かなたさん乗ってるよね。祖母くん、もしかして知らないの？結構親しいんじゃなかったんだ。この記事タイアップしてると思う。違うページに化粧品の広告載ってるでしょ。この夏からキャンペーンガールになったんだよ。ほら、ここ、このページ。レミューってインフィニティの新しいライン。何がわかんないの？インフィニティっていう化粧品会社があって、そこのニューラインナップにレミューっていうのがあるの。イメージガールになったから。あ、もしかして、もしかするとショーゴくん、かなたさんがモデルやってること自体知らないの？剣が見つかったら知らせてね。終わりましたけど。あ？ああ、トモヤね。まだ帰ってきてないよ。ショウゴ、お前、よっぽど心配性だな。まだ昨日の行だぜ。トモヤが自由と引き換えに何が犠牲になるかを身に染みて分かるようになるまでにはもうちょっとかかるんじゃないか。腹が減ったらきっと思い出せよ。あいつは俺のこと信じてるからな。黄昏れてる。待ち人小津って感じ。
いや別に、ただ何も言わずに消えちゃったから気になってる人がいるんだ。さよならくらい欲しかったな。Thank you.
いそうだよ。お腹だって減ったでしょうに。もしかしたら昨日の雨に打たれたかもしれない。今日もはっきりしない天気だし。ナマステー、ネオちゃん。爽やかな日だな。そうなの？あや、そろそろ真面目に創作活動した方がいいかな。まさか飢え死にはしないだろうけど、人の家の犬になってるかもしれんからな。大丈夫。ネオちゃんはカフェの仕事があるんだろ。これ迷い犬のチラシでも作るから、それができたらショーゴ配るのを手伝ってくれ。よく撮れてるな。あ、でもこれはガキの時のだからダメか。他のやつは、うん、わあ、かわいい。ケンもこんなに小さかったんだね。ケンって何歳？さあ、もうすぐ1歳半ぐらいかな。友達に、ほら、ショーゴも知ってるあの恥ずかしいやつに預かってもらった。外国に行って離れ離れになってた彼女が戻ってきたんだよ。それで感極まって、なんだかドラマチックね。イナケンのとこは確認済み。ゆえちゃん方面にも渡ってみてるけどな。
正午？お前何してんの？